さゆりセイングのエブリデイジャパニーズポッドキャスト。この番組は日常のことをわかりやすく自然な日本語で話します。フリーガナ付きのトランスクリプトやビデオポッドキャストは私のウェブサイトさゆりセイング .com にあるのでぜひ見てみてください。では始まり始まり。 こんにちは、さゆりです。今回のテーマは、私がタメ口を話す人についてです。このポッドキャストを聞いている人は、日本語の学習をしている人ですね。で、あの、日本語学習者さんからよく質問をもらいます。どんなスピーチレベルで話せばいいですかとか、敬語は必要ですかとか、 ため口も勉強した方がいいですかですすか本当に皆さんこのスピーチレベルで悩んでいますそんなたくさんの質問をいただくんですけど私の答えは話す人によって違うです、まあ、これを聞いてあもっとはっきりした答えが欲しかったっていう人もたくさんいると思いますそうですね <laughs> ごめんなさい でも、その代わりに、私がどんな時にどんな人とため口を使うかを話します。まず最初にこのポッドキャストを聞いている人は、大人の人が多いと思います。大人っていうと、えー、先ほどデータを見たんですけど、80%以上の人が20歳を超えてる人です。20歳以上の人です。だから、その人たち向けに話します。 そうですね。まあ、学校を卒業した人向けに話します。はい、その大人の皆さんに向けて話します。はっきり言うと、大人になってから、学校を卒業してから、知り合った人と、タメ口で話すことは、ほとんどないです。だから、私がタメ口を話す人は、学生時代の友達と、 家族と恋人と親友と呼べるぐらいすごく仲のいい友達ぐらいです。あと多分ぬいぐるみとか <laughs>。自分が持っているぬいぐるみとかもため口で話しかけますね。はい。まあ、冗談ですけど <laughs>。で、あの、あの日常的に私がため口で話す人は10人もいないと思います。 すごく稀に気が合う人と出会うとタメ口になることもあります。これにはいろいろな条件があると思います。まあ大体同じような境遇の人と仲良くなりやすいです。仲良くなりやすいということはタメ口にもなりやすいですね。まあ境遇っていうのは具体的に言うと まあ、住んでる場所とか、趣味とか、職業とか、年齢とか、学歴とか、興味ですね。だから、その、卒業してから、次、もし、タメ口で話すような友達が一番できやすいのは、会社の同期ですね。同期っていうのは、まあ、日本は、就職活動っていうのがあるんですけど、その時に、一緒の時期に入った。 一緒のタイミングで入った同い年の、まあ、同じようなレベルの学校の他の新入社員がいるんですよ、まあ、そのことを同期っていうんですけど、まあ、同期とは仲良くなりやすすいですそういうまあ境遇が似ている人とは仲良くなりやすいしため口でで話すすことも多いです、はい、あとはあの出会った場所も深く関係していると思います。 例えば、居酒屋とか、道歩いててナンパされたとか、カラオケとか、バーとか、クラブだとか、あと、オンラインだと、ストリーミング、その、ライブ配信とかでいた人とか、で、仲良くなること。ゲームの配信とかで仲良くなる人もいると思うんですけど、まあ、そういう時は、ため口で話すと、仲良くなりやすいと思います。だから、 タメ口で話す機会の方が多いですね。そういった場はタメ口で話すことが多いです。で、反対に仕事を通して知り合った人とタメ口になることはほとんどないですね。タメ口になることは少ないと思います。で、私のこのポッドキャストでもいくつかあのカジュアルな会話、タ、え、メ、ー、口での会話をアップロードしているんですけど、それは えっと、私が、そのゲストの方にお願いをして、すいません、あの、よかったら、タメ口の練習をしたいので、えっと、タメ口で話していただけませんかって、あの、頼んでタメ口で話してもらっています。だから、それ以外のやりとりはすべて、あの、デスマスや丁寧な敬語で話しています。はい。まあ、まあ、それは置いといて <laughs>、えっと、話を戻して、 あ皆さんご存知の通り、日本は年齢に重きを置きます。年齢がとても大切です。ですから基本的に、年上の人にはですますをつけて話します。年下の人にはですますをつけなくてもいいと思うんですけど、個人的には、まあ、年上の人と話すのと同じように話します。ですますをつけて話します。 例えば年下と言っても本当に子供まあ5歳とかだったら「ですます」って話しかけられたら子供はちょっと怖いと思うのであの親しみやすい話し方で話します。でも10歳ぐらいになってくると「まあ、ですます」とか、まあ、基本的な敬語は分かってくると思うので普通の大人と同じように接します。 これは結構人によって違いますね。これは私の場合です。自分より年下だったらデスマスを全くつけない人もいます。でも私はどちらかというと、年下でもデスマスをつけて話すタイプだと思います。あと、あの、お年寄りがいますね。お年寄り。おじいちゃん、おばあちゃんのことですね。お年寄りには基本的にデスマスを けけて話すすんですけど時々耳が遠い方、まあ、耳が聞こえづらい方や長い文章だと理解がしづらい方も結構いるじゃないですかその場合は短くて分かりやすすい話しし方をしますその重要な単語のところを大きな声で言ったりゆっくり言ったりします はい。まあ、だから、本当に話す人との関係によってとか、まあ、状況によって、まあ、違うと思います。はい。どうでしょうか。<laughs> ちょっと長くなったんですけど、結論としては、まあ、丁寧な言葉、その敬語やですますと、タメ口、両方話せた方が便利です。 で、まあ日本に住んでいたりえ、日本の映画やドラマを見ていると、タメ口、カジュアルな会話を聞く機会がたくさんあると思います。だから、タメ口がわかる、理解できるのはとても大切で、日本のコンテンツとか日本人の会話を聞くのにとても役立つと思います。そういう機会が多いですね。 でも、正直、あの、皆さんが、タメ口を使う場面は、大人だったら少ないかもしれません。はい。で、もちろん、自分のパートナーや親友が、日本人だったら、タメ口を話してほしいと思っていると思います。うん。やっぱり、タメ口の方が、距離を近く感じられるので、まあ、パートナーとか、親友が、日本人で、 日本語が母国語だったら、タメ口を話すと、多分相手の方はとても喜ぶと思います。あと、気が合う友達。日本人で気が合う友達が見つかった時に、タメ口で話せた方がいい関係、もっと近い関係になりやすいです。はい。だからそういった面でタメ口を話す、タメ口を使う、えー 勉強や練習をするのはいいことだと思います。ただ、さっき言ったように、あの、個人的には、あの、ため口を使う機会があまりありません <laughs>。はい。このエピソードが皆さんの学習のヒント、えー、考えるきっかけになると嬉しいです。はい。じゃあ、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあ、またね。バイバーイ。 お疲れ様でした。YouTube や Instagram でも日本の文化や生活、自然に関するコンテンツを配信しています。私のウェブサイト、サイリセンイングドットコムにはメンバーさん限定のコンテンツもあります。トランスクリプトやビデオポッドキャスト、ライブ配信もありますので、ぜひ参加してみてください。